如意寺は兵庫県神戸市西区長谷町谷口にある天台宗の仏教寺院。三号は貴金山。本尊は地蔵菩薩。如意寺旧記によれば、大化元年、報道千人が多門隆の教家により、東山にハゼの木に刻んだ地蔵菩薩と筆者門天を祀ったのが起源とされる。同五年に高徳天皇の直眼寺と定められて、三級塔。 一右手朗堂二階朗門二古鎮守、その外総員二十四房という大規模な道東伽藍が建立され、忍術元年には縁人が文守堂を建立した。後に後輩師書道は傾きうろにさらされるありで、あったが省略年間願いにににより、中高されたという。報道は天竺から飛来したとされる伝説的な仙人で、 兵庫県南部一帯には報道回帰を伝える寺院は点在している。ただし、当時を報道の早々とするのは伝承の意見を出ない。上皇三年の延略自慢した文案では、元日成人の混流とし、地域は東西十六町南北十二町に及んだという。一方、如意寺に関わる最も古い文書は、二平二年のものであり、発掘調査の所見と合わせ、 実際の創建は12世紀中央を遡るものはでないと考えられている。上皇2年には国役を免除され、南北朝時代に三重塔、室町後期には文樹堂の混流がなった。天文8年、火災により本堂、書楼法器を消失した。この時の印樹一上位に泉藩は本堂をさむの対岸を建てて広く、城材を募り、 同族男女8万4千人5カ年を経て、対岸上就したという。漢文7年東栄山関栄寺の末寺となり、江戸時代においてもなお12防院と、主因地43国余り、年口80国余り、境内として三輪東西16町南北12町を認められていた。本堂は老朽化により傾いたため、第二次世界大戦後間もなく解体され、 祖先を留めるのみである。創建当初は、本堂と、常行三枚堂の二堂からなる崩壊時型の、ラン配置を取っていたとされる。あるいは、本堂跡の東にある、三重堂の前身を、北家堂に想定し、これに加えて、西の常行堂、南の文樹堂という配置を、天台衆寺院でも早い時期の移行として十世紀の、元日市にによる創建を支持する説もある。 現在は、阿弥陀堂、三重堂、文殊堂が残り、三島とも国の重要文化財指定を受けている。三門は画乱から遠く離れた位置に独立して存在し、これは王子の地域の広大さを示している。三門内には、鎌倉時代の作とされる祖像の金剛力士像二体を安置する。ありがとうございます。